心安らいで生きるために、曹洞宗今日の心私の心。今日のお話は、島根県長安寺住職恩田仁師さんの共に暮らすという供養です。3年ほど施設に入所していたお檀家さんが亡くなりました。私が急いで伺い読経していると、高齢の奥さんが、あら、おじいさんの目が開いた、とおっしゃいました。ご主人はコロナ禍前の入所でしたが、次第に面会制限が始まり、それ以降お互いのぬくもりを感じながら見舞うことはかなわなかったそうです。亡くなってようやく手の届くところに帰ってこられたご主人。お経を聞きながら、奥さんがご主人の目が開いたと感じられたのは不思議ではないように思いました。また、山あいにお住まいの高齢のご夫婦の話です。ご主人が病気で入院され、病院で亡くなりました。葬儀を終え、ご主人を見送った奥さんは、さぞ悲しみや寂しさでいっぱいであろうと案じていました。ところが、初七日も終わった頃、奥さんは、入院中は毎日寂しかったけれど、亡くなってからはいつも私のそばに主人がいるので、全然寂しくありません、と話されたのです。あれから月日は経ちましたが、いつお邪魔しても仏壇にはお膳やお菓子、果物などがにぎやかにお供えされています。畑の作物や季節の果物など、お供えされるものの一つ一つからご主人に話題が広がります。いますがごとく。仏壇のご主人に声をかけながら、奥さんが煮しめなどをお供えする姿を見ていると、結婚されてから長い年月を共に作ってきた夫婦のありようを教えられます。長年連れ添いながら、数年別々の屋根の下で過ごすことになった二組のご夫婦。これからは亡くなってやっと帰ってきたご主人を身近に感じながら過ごされると思います。私も一緒にご供養を重ねていこうと考えています。島根県長安寺住職恩田仁師さんの共に暮らすという供養でした。続いてお知らせです。この番組のご意見、ご感想を郵便番号 683-0802 鳥取県米子市東福原 1-1-22-402曹洞宗中国管区教化センターまでお便りをお寄せください。もしくは概要欄にありますメールアドレスまでお寄せください。お寄せいただいた方には、この番組の冊子、今日の心、私の心、法話集を差し上げます。次回は鳥取県大安寺住職松尾松林さんの分かり合うというお話です。この番組は中国管区教化センターがお送りしました。